ブッシュスタジアム2は、ミズーリ州セントルイスにかつてあった、野球とアメフトの兼用スタジアム。MLB セントルイスカージナルスが、平常まで、NFL セントルイスカージナルスが1987年まで、セントルイスラムズが1995年のシーズンの、うちの4試合のみ、ここを、本拠地球上にしていた。バドワイザーで有名なアンハイザーブッシュの、 最高経営責任者県会長であり、MLB カージナルスのオーナーでもある、オーガスト・アンハイザー・ブッシュが、セントルイス市に新球場の建設を働きかけ、ダウンタウン再開発計画のランドマークを求めていた、市と思惑が一致したため建設が決まった。ブッシュは、球場建設費のうち500万ドルを供出した。球場のデザインは、アメフト兼用野球場として、 当時の最先端である一階席を移動式にした円形型となった。しかし、円形のスタジアムは後にクッキーカッターとしてファンから嫌われることとなる。そのことを見越してか、最上部の席をぐるりと囲むアーチを連ねた屋根が設置された。セントルイスのシンボルゲートウェイアーチのデザインを取り入れることによって他の球場との差別化を図ったのである。1 9七十年には、 フィールドも天然芝から人工芝になった。1993年に洪水が発生し、球場も被害を受けた。そのため回収を施し、一階席を固定した。95年にラムズが4試合をここで戦った後、新球場トランスワールドドームに移転すると野球専用球場となり、1996年シーズンからフィールドにも天然芝が復活した。 しかし、球場の老朽化のため2005年シーズン限りで、平常。以前駐車場があった敷地に、新しいブッシュスタジアムの南側半分が、すでに完成しており、新球場の北側半分をシーズン前に完成させる。ため同年11月7日には解体工事が始まり、今は、跡形もなくなっている。ブッシュスタジアム2と、建設が進むブッシュスタジアム3。ありがとうございます。